井県三国町。三国港北前通りにあるのが三国港座。街中の観光拠点としてお食事やお土産どころ、また文化の発信地としてオープンしました。三国港座では三国港町の散策やクルージングのご案内をしています。三国港と東尋坊クルーズでは、街並み散策と東尋坊や雄島の素晴らしい景観を船の上から堪能できます。また帯の幅ほどと謳われる街並み散策にはレンタサイクルが最適です。もっと三国の文化や歴史に触れたい方には、地元ガイドの案内でじっくりと街並みを散策できます。飛行機になっております。先ほど三国が飛行機のお話ししました。三国祭が終わると三河のお祭りがございました。三河おかえり祭り。そして今人気急上昇中なのがご当地バーガー、三国バーガーです。三国バーガーは、あとパンも境部屋でできました、お米からできておりますし、あと、お肉は福井産のビーフとポークを使っております。一番特徴なのはらっきょうなんですけど、三国産のらっきょうを使ってピクルス代わりに使っております。三国バーガーはやっぱり一番人気ですよね。いろんなところから食べに来てございます。最近あちこちで紹介されてるらしくて、遠くから大阪からとか来てくださいます。三国バーガー以外にもたくさんのメニューをご用意していますよ。三国にお越しになりましたら、まず三国港北前通りにいらしてください。そして三国港座で、地図をお渡ししますので、ぶらりと散策していただきまして、その後三国バーガーをお召し上がりになるといいかなと思います。どうぞよろしくお願いします。